別の陣ひろしです。上映会もミニライブもトークショーもできる J28 です。12月ライブ、初めて女声を出してみましたけども、褒められました、プロデューサーに。3月の陣ひろしショー、今年初めての陣ひろしショーはもっと上手くなっていると思います。聞いてください、少しだけ。Dear Kometiyama この幸せは胸いっぱいに抱きしめたい。12月ライブよりも女性の声を楽に出せるようになってきたんですけど、高音声とか3月にはもっと上手くなってます。皆さん J28 をご利用ください。また2月には誕生会、2月9日あります。